爽快感。今回烏山市で競技体験するのは国体ショースポのアーチェリー。では今日改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。アーチェリーなんですが、ルールにのっとって、自分なりのですね、あのセッティングした弓矢を使って70メートル先の弓を、的を狙って競う競技になります。真ん中の黄色いところは CD の大きさぐらいになります。CD って12センチぐらいでしたっけ。12、3センチぐらい。そうですね、12.2センチになります。そんなにちっちゃい的なんですね。このサイトといいまして、これで的を狙って佐藤さんには楽しく打っていただきたいと思います。これが何になるんですか。佐藤さんが引いた時に、はい、これを通して的の黄色に合わせて矢を放つ感じです。じゃあもう早速ちょっと、はい、体験していきたいんですけど、よろしくお願いします。じゃあまあ70メートル先なんて、あ、ちょっと難しいので、無理ですよね。今日は5メートルで、で、ちょっと的、実際の70メートルより小さい的になるんですけども、はい、ちょっと楽しく打ってみましょう。ではいいですか。はい、大丈夫です。せーの、引いてみます。よいしょ。はい、じゃあ黄色に合わせて、じゃあ1、2、3でいきましょう。1、2、3。お、上手。上手です。どうですか。離さないよ。戻すよ。パイン。1、2、3。お、ちょっとずつ近づいている。練習会場入って、やっぱスポーツとかっておいせなんとかとかって大きい声出すイメージあるじゃないですか。そうではなく、なんですか、静寂の中。国体って2つ のフェーズに分かれてて、はい、1つが今彼らがやっているように並んで静かに緊張感ある中で打つ予選ラウンド、2日目以降はトーナメント、1対1のトーナメントなんですね。各県ごとにその時はもう1社1社本当に、勝ち負けリードですね、リードが変わってくるっていうすごくスリリングな、競技内容になる。その時は結構盛り上がります。大丈夫ってもう声出していいので。やりました。10点満点。かっこいい。味わったことのない爽快感。気持ちいいですね。ああ、気持ちいいです。本当にね、パッと離して黄色に矢が吸い込まれていくと、距離が長くなればなるほどもっと気持ちよくなっていくので。ここ那須烏山市ではアーチェリーが正式競技と、あとショースポの方でも開催されるかなと思うんですが、はいはい、大きくルールが違う点とかってあったりするんですか。そうですね、実は今佐藤さんも体験してくださった弓がこれリカーブって言うんですけれども、はい、リカーブではなく、こうここに滑車がついてるちょっと不思議なコンパウンド棒っていうのがあってですね、少ない力で的を狙えるっていう弓がありまして、そういったものを使ったりとか、あとは距離が50メートルと30メートルに障害者のスポーツがなるんですけれども、障害者の方と健常者の方で本当にハンデなくできる競技でもあるので、はい、ぜひ障害者の方にも興味を持っていただきたいですね、はい、そうですね、たくさんの方にこの競技に触れてほしいですよね。そうですね、大きい的を狙うので真ん中に当たった時の爽快感がすごい気持ちいいスポーツになってます。栃木県の開催なので、やっぱ入賞は絶対したいなというふうに思ってます。で、青年女子はやっぱりそのママさん3人でやってて、やっぱ仕事と育児と両立しながらやってるので、その短い期間の中でもその質の高いトレーニングを積んでるので、そのしっかり結果が残せるように頑張りたいと思います。